はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は5月29日水曜日。時刻の方は15時1分です。ぴょぴょー。はい。そんなわけでね。えっ、ー、と、今回は元気なおじいがね、あの、S3 Pro ね、アップデートしたら、あの、電池残量がね、あの、数字になっちゃって、もう見えない。ね、細かすぎてね。 であれを元に戻したいって言ってたらねあの助けてくれました、ねえー、っとまずね今日ねいただきましたマムさん、ね、ありがとうございます設定電池、えー、っと電池残量で右上の電池残量の数字をオンオフできますよってことでねわわこれだよこれね前あの誰か教えてくれたんだけど分、あのー、かんなくなっちゃって、ね、でこのキーワードを元に あのー、ググったらあの検索したらねググったら、ね、YouTube 調べたらはい出てきましたね、えー、とビスコさんが、ね、教えてくれたんですよ、シー、ね、設定電池,電池残量オンオフできるので、えーあのー、電池残量にしていますってことでねありがとね、本当2人ともねいやー、助かったそんなわけでね S3 プロのこれ、ね、設定項目から、はいえーとね、これ電池がね36%。ね ええと、これはね。あのデジカメのね。なんかもう。そろそろカシオなんだけど、もうシェンさんがもうちょっと狂ってきてるね。最近で、ね、あの最近こういうの多いよね。横になっちゃってるのがね。もうそろそろあれかな。手放す時期かな <laughs>？ね、えー、っと電池が36%ねで、これステータス版のね。えー、っとこれまあ電池ってとこ見ると。 このステータスバリに、ね、電池残量を表示するっていうところこ,こがオンになってるんだるねでこれが今ほらこう36%こうやってさあのー、ズームすると数字で見えるけど肉眼じゃ全然見えないんだよねこれねはいでこれをねオフにしましたはいそんなわけで、ね、元通り戻りましたただねこれおじい疑問に思うのがはいこれここ見ればわかるけど 36%で電池がね、フル充電状態になってんだね、これね。これ、もうちょっとさ、36%だったら3分の1ぐらいとかな,なってくんねえのかなと思って、ほら、どう見たって、<laughs> これ、あれだよね、おかしいよね。まあ、グローカルミー U2 もそうなんだよね。あのー 4段階のメモリがね、1個減ったときは、もう大体残りあの10%か20%しかなくてね、もう、あうわ、すげえ、もすね、1日経っても、干し経っても、減らねえようなんしててね、一メ見リ減ったら、もうありよありよという場合ね、そこでなくなっちゃうんだね、またね。はい、まあそんなわけでね、えー、なんとか元気なおじいの S3Pro、ね、あの、普通のもともとのね、電池のマークに戻りました。ね、当あのマムさん、ビスコさん、 ありがとううございますもう数字であるとストレスでスストレスでしょうがなかった。あれはね、もうどうしても、ね、あの電池のバーがいい。バーが当てになんなくても、でもあのなくなってくればあの減,る減るからね。どうも、ね、電池の枠だけで中の数字は、ね、ストレスでしょうがない。いつ見ても同じマークに見えるしね。うん、いやこれですっきりです。 本当ね、助けてくれてありがとうね。インターネットやっててよかった本当。<laughs> これをね、またあの、忘れないように。で、また同じように困ってる人がいるかもしれないから、この一本の動画にして残しておきたいと思います。そんなわけで今回はここまで。またねバイバイ